ジョージ・ヘンリーは、スコットランドの画家である。グラスゴー派の画家の一人である。生はヘンドリーであったが、若い頃から、ヘンドリーから D を落として、ヘンリーと名乗った。1893年から1年半ほど日本に滞在し、日本の女性などを描いた作品も残した。スコットランド、スエーーアシャーのアーバインで生まれた。グラスゴー美術学校で学んだ後、 ロバート・マクレガーのスタジオで学び、グラスゴー・ボーイズと呼ばれた芸術家が集まって絵を描いたスコットランド西部のカークブリの自然から学んだ。オランダで学んできた印象派の画家、エドワード・ホーネルと友人になり、その明るい色使いからも影響を受けた。ホーネルと共同でスタジオを開き、1893年に事前科のバーレルとリードから資金援助されて、ホーネルと二人で、 日本へ旅した。一年半ほど日本に滞在し、作品を描いた。1900年以降は、ロンドンに移り、肖像画なども描いた。ありがとうございます。